悪魔と妖精の戯れが俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル。振るがよい。マカロフの古来よ。フェアリーテイルの力を喰らいやがれ。ガリーの絶景。これがマカロフの子らか。やはり面白い。行くぞ。アイスメイク、コーンドエッグタイマー。さあ、行くわよ。開け。処女宮の扉、バルト、リカホーイ。私に任せろ。ボトンスライド。お前はじっちゃんの仇だ。もうよい、消えよ。こいつがジジイの仇か。ラクサス、おやつ。マカロ、俺は初代の墓参りに来たつもりだったのに、せっかくだ。墓を作る。雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。ああ、
雷炎竜100倍返しだ。俺たちの義、お前は俺に任せろ。熱流王家雷主演爆雷で頼んだ。雷炎竜の王家これで終わったらもう完全に魔力がねえや。私がここまでやられたのは何十年ぶりかのう。楽しませてもらった礼をせねばな。そんな、あの攻撃が効かなかっただと。悪魔の目かい。出て神勢よ。魔導終わりだ。フェアリーテイル。魔導の深夜。なんという魔力。魔の道を進むと深き、あと少し、あと少しで未知なる魔、その深さを埋めるものこそ大魔法世界。今宵ゼレフの覚醒とともに正解。未知なる魔法。ウヌラは行けぬ。大魔法世界には。怖い、怖くてもうダメ。なんだ、こんな近くに仲間がいる。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。強くなれ。たった一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれない。俺たちは今は恐れることはねえ。待つ。おう、仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリー。行くぞ。フロマホーネメシス。アマテラス百式。まだまだ。
トンスライド。これが俺たちのキル。終わったな。ああ。私たち勝ったんですね。みんなよくやってくれた。じっちゃん、それにみんな。なぜ闇に落ちた。言ったはずだ。魔法とは本来闇。ギルドを引退した私は魔のみ。あと少し。そんなものを見つけても何も。魔法が本来闇だというなら魔法は生きておる。フェアリーテイルは自由と共に全部あなたから学んだこと。ああ。
それは…君たちのような存在が僕を作り出した。つまりこの時代もう誰にも止められない。ゼレフ、あのゼレフが私の目の前に。アクノロギアは時代の終わりを告げる。君たち、アクノロギア、一体君たちには、待て、一つはアクノロギアを呼んだ罪、僕に命の重さを忘れさせた罪だ。悔い改めよ。知らぬクズめ、来たか、アクノロギア。この感じ、なんだ？うるせえ！この声。的に抗えないのか。この時代は終わる。さよなら、夏。ブレスか。まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。そうじゃ、みんなで帰ろう。
の時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから、みんながいればどんなことも乗り越えられるって思えたの。結果から言うと、少し見ねえうちに小さくなったな。この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとってはちょっと前のことなんだけど。借金の支払いを伸ばしてもらったが。ほう、そうね。まずは依頼書を見てみっか。ってこれだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。借金がいっぱいです。行方不明の人を探せばいいのね。その依頼、私も行きます。ウェンディ、大した依頼じゃ。その人は怪我をして帰っ。そっか、ウェンディの天空は。よし、一緒に行くか。あ、ちょっと家に戻ってもいい？
でね。よいしょっと。7年分の家賃を払うまで入れません。いやー、ルーシーさんもでした。ウェンディも？フェアリーヒルズも全額払わされました。フェアリーテールも火の車だし。なんだルーシー、泊まるところないなら。大変だよナイツ。お、ハッピー、今日から金庫盗まれちゃった。魚買うお金もない。なんだって、よく探す。うん、隅々まで探した。ルシー、さっきの話。別にいいけど。ギルドの私たちも一文無しですね。そうね。依頼書によるとここが消息。行きましょう。天狗の方向。
カリューの ありがとう、助かったよ。怪我を見せてください。ああ、痛み。ところでオタクラ、どこに？フェアリーテイルだ。フェアリーテイル。フィオーレで知らない。さて、次はようやった。そうだ。